こんにちは。こんにちは、岩手ゆりなです。というわけで、準備がね、早くできたので、先にもう15分だけね、やろうと思って先に配信します。もうお話し会終わって、多分レッスンして帰ってきてだったら、もう絶対眠たいとかってなってるから、だったら今のうちに15分しての方がいいかなと思って、ね、時間を気にしてさ、バタバタ帰ってこなくていいので、15分だけやろうかな、45分ぐらいかなまでやろうかなと思います。カップリング気になる。カップリング気になるって何？何のカップリングですか？あ、チーム曲か。チーム曲が気になるということですね。そういうことでよろしいですか？めっちゃ目ゴロゴロする。いってえめ。今日は話し会かな。あ、そうですそうです。今日は話し会ですね。してレッスンしてみたいな感じですね。マジで目がゴロゴロする。目がゴロゴロするのか、逆まつげが目にぶっ刺さりすぎていたのかわからん。もうメイクしてるからアイボンはせんかな。メイク取れてしまうんでね、アイボンはしないですね。もうさ、発売されたらさ、お話し会のバックミュージックずーっとさ、元カレですやな。なんかさ、ネモハマやったっけ、なんやったっけ、なんかの時と永遠ループやからさ、もうさ、もうやばいね、耳がもう本当にもうそれしか流れんからさ。
もう耳がね大変なことになるのよ。そう、耳がねマジでそればっかり流れたから「おお」って。永遠だって何時間永遠ループやからな。そう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 。やばいよな。最高の元彼です。くれたくれたくた。ちちちち。ちち。バナナバナナバナナ。そんなバナナ。私はもうね、今回のね、あの根も浜じゃないわ。元彼ですはね、もう私が本当に苦手とするねダンス系統すぎて本当やばい。そう、なんかさ、わかるかな、なんか難しいんだよね。なんかね、多分振り自体はねそんなに難しくないってその選抜の人が言ってたんだけど、でもなんかね、私あんまり得意なジャンルじゃない。ああいう見せ方が大切なやし、プラスなんかリズムリズムリズムみたいな、わかる？リズムリズムリズムみたいな、ちょっとわかるかな、リズムリズムリズムっていうすごい苦手なの。なんか見せ方が上手くないとマジでクソダサダンスになるからあれって、それがマジで難しい。多分得意な人はああいうダンス得意なんだと思うけどね、あのね、一歩間違えたらマジでダサくなるから本当に難しいだろうなと思って、なんかあのリズムリズムリズム苦手なんだよな。なんか私もリズム感ないけんかな、なんか最初のさ、ちょっと待って、なんだっけ、ちょっと待って勘弁とかさ、なな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 、たら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 たた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 、なんだっけ、だからだからだからだ、このさ、なんかさ、ダンダン、このわかる、このダンダン、なになに、だからだから君のこと嬉しく抱いてのあたれた、あたたたたたた、うんうんうん、たった、うう、だだだだだだだ、君お願いどうぞ、ないな、だだ、つつつ、くだりだだ、だで、あとね何が難しいかってイントロのタランタンタタンタランタンタタンタランタンタ、なんだっけ、なんかダンダンダンみたいな、ダンダン。この何、あのね、この抑揚というものが難しい。あとあれも難しい、なんだ、イーンじゃなくてイントロじゃなくて感想、感想、え、マジで私感想のやつさ、なんかさ V 見てさ、こんな感じかなとか言ってさ妹に見せたらマジで爆笑されたんだけど、マジでヘッタクソすぎて、あのこのやつ、肩のやつ、このやつ、だだだだ、マジでダサすぎて本当にやばいんだけど、どうしたらかっこよくなるんだろうねあれ。だだだだ、本当に苦手すぎて、もうこれとかさ、何、私あれにしか見えんだけど、私がやるとなんだっけ、なんとかダンス、こいつあるじゃん、野球選手のやつの、なんだっけ、あれにしか見えないんだよね。何ダンスだっけね。
前剣なんすか。マジでそれにしかならん。でも動き的には一緒なんだけどね。いったぶつけた。なんで。頑張ってかっこよくしよう。まだ習ってないんだけどね。まだ習ってないんだけどね。これは自分で頑張って、振り分見て、定点映像、ダンス映像を見て、頑張って覚えただけなんですけどね。なんか本当の振りは知らんけど。やっぱある程度ちょっとイメトレしていかないか。そうなんかね。ああ、ネモハモとは違うんだよな。ネモハモは一生懸命大きくがいいの。でも今回の元彼ですっていうのはどれだけ一生懸命やってんだけど、一生懸命やってないですよ感を出しながら一生懸命なおかつかっこよくやるかが重要なんだと思うんですよ。ネモハモってむずいじゃん。ロックダンスだし初めて挑戦する分野だから、一生懸命っていうのがおってなるんだけど、今回の一生懸命やると逆にダサいの。ああいうのってわかる。ダンサーさんがよくさ軽やかにやってんじゃん、なんかフフフみたいな感じで、あれがいいんですよ。そうちょっとなんかどうやどうやみたいな、だから見せ方がむずいんだよな。まあなんかひーちゃんセンターって感じすごいする、このダンス見せ方が重要っていうのは。でも絶対むずいのはさ、やっぱあれだよね。このやっぱスライディングしてさ、キックしてからのここに上がるのがマジできつそう、サビのとこ。絶対しんどいよあそこ。あんなにこうやってスッキックキックってやって、うんって立たないといけないから。なんだっけ、最近 AKB 聞いたかなんかでさ、ここむずいよねみたいな、なんかさズッキーが言ってたよね。そうマジでむずいやろうね、あれ。力入れとかんとさ起き上がられない。そうそう、クキーンとかなったらマジで恥ずかしいやつ。絶対恥ずかしいよ、クキーンって一人になったら。一人クキーンコテンってなったら絶対恥ずいよ。まあみんなもね、踊ったらわかるよ。なんか意外にもうこれは本当に今までアイドルやってきた思うのは、マジでわ簡単そうって思うじゃん。で振り入れやるじゃん。え意外にむずいんだけど。え意外にむずいんだけど。V あれ V 見た時なんかちょっとあそんな難しくないな今日の振り入れの曲って思ってんけど、やるとえむずいみたいな。マジでめっちゃ多い。ほんと簡単そうに見えてむずいの多いから、マジみんなもやってみたらいいと思う。簡単やろとか簡単そうって言うねんやったら、自分で振り分見て起こしてみたらいいと思う。メンバーもよく振り分見て起こしてるからさ。そうだからなんか簡単そうできそうと思ったら一回挑戦してみてもねいいと思うよ。それで踊ってみたとか出してみたらどう。あとはいい運動になると思う。頭も使うし体も使うし、とってもいいダイエットになるんじゃないでしょうか。どう？そしたらもう何 AKB 愛もより一層深まるし、
より一層深まるし、もう歌詞も覚えれるし、最高だと思います。ぜひぜひ、ダイエットに悩んでいる方はいいと思います。だって自分の好きなアイドルグループの歌を踊りながらダイエットできるって最高じゃない？よくさ、ほら腹筋とかもさ、自分腹筋トレとかもさ、よく自分が好きな曲をかけてさ、ポテンシャル何ポなんちゃらかんちゃらを上げて頑張るとかってよくするやん。こう気分を上げたりとかするために、それと同じ原理よね。そうそうそう、頑張れるってなるじゃん。そう、よし、15分経ったんで終了します。じゃあランキング13位トキタピさん、12位よこよし、31位春太郎さん、10位近石さん、9位光早くさん、8位コシヒカリさん。マジでやばい、今日花粉症の薬飲み忘れた、マジ明快。7位タカさん、6位フフさん、5位マックスエイトさん、4位ナッティさん、3位ワイマツさん、仕事中だけど話し会ヨローだって、ヨロー。2位ヤングさん、今起きてお風呂中だって、今起きたんかい、遅そう。そして今日の第一はミャオイさんです。はい、というわけで今日はオーナー話し会ということでね、ぜひ後々会える方は後々お話し会でお会いしましょう。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。それではまた後々お会いしましょう。なんで夜はね、朝できたので夜はしません。それじゃあバイバーイ、またねー。